ジョゼフ・ギルモはフランスの陸上競技選手。長距離の選手で1920年アントワープオリンピックに出場。5000メートルで金メダル、1万メートルで銀メダルを達成した選手である。オートイコールビエンヌケンル・ドラ出身。ギルモは第一次世界大戦に従軍した時にマスタードガスを吸い込み肺に重い症状を負うこととなった。 また彼の心臓は普通の人とは反対の右胸にあった。また、競技者として小柄な体という数々のハンデを背負いながら彼は超人のような能力で数多くの大会で勝利してきた。1920年にギルモはフランスの軍人競技会と国内選手権の5000メートルにも勝利しオリンピックへの出場権を得る。アントワープオリンピックでは まず5000メートルに出場する。フィンランドのパーボヌルミが優勝候補の左右翼であった。5000メートル決勝ではヌルミは強敵であったスウェーデンの2選手を追い落とすために大胆な戦略を考えた。彼は3周を過ぎたところで早くも抜け出し加速していった。ついていったのはギルモだけであった。レースも半分に差し掛かったところでギルモは依然ヌルミについていた。 ところが、大胆に先行したぬるみも次第に疲れてきて、残り一周を切り、最後のコーナーを回ったところで、ギルモはぬるみを抜き去り、ラストスパートをかけた。ぬるみはついていくことができず、ギルモは金メダルを獲得。4秒遅れて、ぬるみが金メダルであった。ギルモは1万メートルにも出場する。しかし、国王のアルベール一世のリクエストにより、 決勝は3時間早められることとなった。ギルモがそのことを聞いたのは、昼食をたくさん取った後であり、競技中は胃痛に悩まされることとなった。また、彼のシューズが盗まれてしまったため2つ大きいサイズのシューズで走らなくてはならなくなった。このような不利な条件の中、銀メダルを獲得した。アントワープオリンピック後のギルモは国際クロスカントリー大会で、 1922年には個人の部で優勝。1922年、1926年には団体でフランスを勝利に導いた。1924年パリオリンピックには彼とフランス陸連との競技が整わず出場しなかった。ありがとうございます。